八神さん。天沢。ありがとうございます。よろしく。なあ。なんだって。実は。そう。なあ。実は。なんだって？それって…いえ。なるほど。マジで。
実は。なるほど。ですが。わかった。はい。八神さん。ああ。ありがとうございます。そう。八神さん、一緒に行きます。八神さんは普段から尾行されるんですか？まあ仕事だからな。ターゲットに気づかれないコツは何でしょう？私は気づかれちゃうことが多いんです。いや、なんでただの高校生が尾行する機会あるんだよ。事件の匂いを嗅ぎつけるとつい。相手がどんなやつかわからないし危険だろう。いや、しかし事件が発生する前に防げれば御の字ですし。いや、お前が事件に巻き込まれる。その視点はなかったです。一緒に行きます。八神さん、早いです。ったくもう。
でも来な。ったく、時間食っちゃったよ。そちらですね。にしても、天沢のおじいさんが有名なミステリ作家だったとはな。意外ですか？いや、むしろ納得。この祖父にしてこの孫ありだな。そう言われるとプレッシャーです。天沢喜多の孫として恥ずかしくない人間にならないと。そのためにはやはり数多の事件に関わり、探偵としての勘を。無駄に事件に首突っ込んで恥さらすとまずいんじゃない？天沢喜多の孫としてはさ。我慢をすると好奇心がうずく。謎を嗅ぎつけると天沢喜多の血が騒ぐんです。厄介なものを受け継いじまったな。はじめまして。どうも。八神です。すみませんでした。ええ、天沢。あ、まさか。え、実は天沢。ええ。
天沢。ええ、あの、お願いします。え、はい、ありがとうございます。あの、あの、ありがとうございました。
だビビってんのか。こんなところに。ああビビってんのか。しばらく寝とけってん。行かれますか。あの、お、はじめまして。はあ。いや。え？八神さん。ああ。マジで。まさか。これは。ん？察するに。ああ、ということは。ああ、あの、ああ。
お願いします。わかった。ええ、え、いや、八神さん、よろしく。こういうこともあります。おっしゃ、天沢。あ、
察するに。なるほど。そういえばお前、受験勉強は大丈夫なの？そのことはあまり考えないようにしてます。焦ると推理能力に支障が出るので。受験勉強に支障が出る方が問題だと思うが。そのことはあまり考えたくはないですね。真実から目を背けていいのか？受験という真実から。やれやれ。行かれますか？飛ばす。よし。よし。
なあ、なあ、はい、実は。ですが。なあ、は？実は。ん？え？ええ。あの、はい、なるほど。おい。ん？あ。八神さん。
おい。天沢。からでも来な。八神さん、察するに。ああ。ええ。八神さん。ということは、なんだって？察するに。ええ。なるほど。
まさか。要するに、うん？つまり。まさか。ですが。はあ。なあ。
天沢。察するに。なるほど。ということは、察するに。ああ。天沢。Mm-hmm.